中華人民共和国における研究行政区の分布図。赤は県中華人民共和国における県は1949年の建国時に中華民国の行政正しさつ区の管轄下の県を引き継いで誕生した。当初は選区の管轄下で2007年現在は地区あるいは地球行政区の管轄である。2002年12月31日現在で 研究行政区は2860個あった。平均人口は63.13万人。工業化の発展と都市化に伴い、中国大陸全土で研究士が急増したため、2007年12月31日、現在1470県と県が急減した。少数民族の自治県は117である。研究行政区は、省の下、地球行政区に属するのが基本であるが、 海南省全域など省に直属する場合もある。県の行政機構を県政府と総称し、いくつかの部局に分かれる。政府の組閣形式によって、組閣単位と直属機関の2種類に分かれ、性質により、行政機関と事業機関に分かれ、行政機関を主体とする。機関の人員編成も2類に、すなわち行政編成と事業編成に分属する。現行の県政府は、 多くのつぼねを政府組閣部門に常設する政府弁公室を除き、証券は約20個、大県なら35から40個、県の所有する重要な行政機構は以下のように設置される財政局、税務局、公安局、建設局、教育局、交通局、衛生局、農業局、文化局、司法局、環境保護局、労働局、商務局、 民生局、国土局、鍵局、計画生育局、神経局、物価局、一部の省区は部門により垂直管理の、交渉管理局、技術監督局。このほか、政府組閣には検察院、法院が含まれる。非常設の部局は主に各地の地域、都市化水準、人口規模、経済発展水準、生産及び産業の変調によって設立される。 地区薪局や林業局は農業局とまとめられることもあり、水利局は農業局、時には建設局やその他の部門に含められていることがある。海洋漁業局は宴会の省には類似の機構が多く設けられる。考古学的な遺物の多い県には文物局がある。観光資源のある県には漁遊局が設けられ、国葬地帯では漁食局があり主に食料貯蔵を担う。 不動産の発達した県には不佐屋局がある。都市化が進む、経済発展の著しい県には、たしが局が設けられ、経済が発達し、都市化が著しい上鎮規模の大きな県には、延林局、官営局などといったものが設けられる。このほか、生産事故の頻発のため、1990年代より、上から下へ元来管轄される、脅威の安全生産委員会の非独立臨時組織が 安全生産委員会と変わって、今では政府の独立の常設機関である安全生産監督局に変わっている行政機構の性格のある行政単位を持つことを指すが政府組閣局には属さない。新法局のように各県にすべて設置してあり、多くの直属政府弁公室が管理する。例えば常人の緑化を受け負う環境衛生管理的林局、営局、 民房弁のように、とても多くの計画経済時代の管理機構が残る。農機局、畜巻局、素材局、物価局など、それらの機関は今日では、あまり重要でないにもかかわらず廃止されずに残っていたりする。事業単位は、中国大陸の各々の時期に多くの役割を与えられ、政府行政の機能を担う単位として多くは、政府機構管轄の二級単位となって、専門を担う。 主観単位と統一した予算が取られることがあり、独立機構に属することもある。後継体のように主に道路交通安全管理と監督を担うのは県公安局管理に属する。公安派出所は県公安局派中のおのおのの賃あるいは経済地区の安全事務をなし、独立した事業単位に属する。ありがとうございます。